プレステ5で辞書登録する方法をご説明します。設定を選びます。システムを選びます。言語を選びます。入力言語を選びます。日本語を選びます。単語を登録または編集を選びます。単語を登録するを選びます。読みに入力する言葉を入力して、単語に変換後の文章を入力します。ここでは、初見と入力して変換すると、初見です。よろしくお願いしますと表示されるように登録しています。最後に OK を押すと登録完了です。いつも自分が忘れてしまいますので、備忘録として動画にしました。それでは実際に入力してみましょう。キーボードで初見と入力してスペースキーを押します。そうすると変換候補の中に先ほど登録した初見です。よろしくお願いしますがありますね。こちらを選択して Enter キーを押せば完了です。ご視聴いただきましてありがとうございました。